セントシャナナ観光学園。やったー。はい、後半編ですね。旦那さんを抱っこして。今日も可愛い感じで本当に悔しい。セントコンタクトできるから。水素の数値が異常に高い。僕でもいいんですよ。今たたに控えていただいて言うだけじゃ叶わない。ブローチ出しておきます。エロスポイス、エロスポイス。目からうろこ。きっかけアラカルトからヒラボン。気は済みましたか。続きましてママラフから藤野ゆかさん。はい、先週ちょっとおとなしめでしたからね。はい、今週は弾けていただきましょうね。はい、あの明日のこととかいろいろ。こう言うと喋れなくなっちゃう。はい、はい、続きましてママラフから上森健吾さん。また可愛いところを持っていきますね。今日はいつもねピンクが多いのにね。そうそう、あれも困ってきました。ちゃんとね抜かりなくね。はい、よろしくお願いします。はい、続きましてエレガンスマダム千夏のニアから小林千夏さん。出てますね。女性性の解放ね。解放されちゃう。解放になっていただきますか。よろしくお願いします。よろしくね。ちょっとずれてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、引き続きましてアスクホークオリティから吉田ちゃんさん。イエーイ。そしてその後ろで起きてるのか寝てるのか分からない目から鱗のウエッチさん。イエーイ。運的 20% 増量で頑張ります。困ったら寝るからね、気をつけてね。はい、同じく目から鱗の北本エリカさん。イエーイ。はい、さらに引き続きましてワイワイテレビから相葉京子さん。イエーイ。はい、そしてハッピータミーから福村ダミコさん。はい、ボケが苦手ということは第1週目で分かりましたね。はい、そして心と体のダイエットから勝木理恵さん。はい、そしてレッツ感動体験から小柳ゆかさん。だったね、頑張って負けないで壊れ気味になってますね。跳ねるけど後ろ振り向かないで。座れる。以上のメンバーでお送りいたします。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。実技のコーナー。イエーイ。じゃあまず第一ですね。急な診察結果に取り乱してしまったり怒り出したりする人もいますね。そんな時にどう対応するかによって大きくここは変わってしまうんですね。ここ初動が大事ですよ。今回はそれを実践で行っていただきます。イエイ。こ
ですね、チームを組んでいただいて、取り乱し役取り乱し役と長め役に、2人ペアでやっていきたいと思います。1人2人取り乱す側は好きにやってくれている取り乱し役 ねでも長め役が今から見せて見させていただきますかね。じゃあ第1チーム取り乱す患者さんを千夏さん。いやいや間違いないあなたしかいない。そして、それをなだめる看護師さんの役を大変ですよ。パッキさん。できる頑張ります。大丈夫。降りてきた今。できる。はい。じゃあ参りますね。小林さん、あなた水虫なんです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？喋りたくない。
丈夫。ゆっくりゆっくり。俺たちゆっくりでいいからね。大丈夫。Thank you.
正完了。以上で完了でございます。はい、わかりました。休み時間ですよ。あの鹿児島の皆さん見てますか？鹿児島弁講座始まりました。二人本領発揮ですね。もう鹿児島弁講座始まっちゃいましたね。またここ遊び出しましたね。小道具で小道具出てきましたね。こっちとあっちでこれ今二元中継してカメラ診察してる。完全にもうカメラ大好物って乗ってますね。いいですね。おっとここでフラット。あ、また顔が映らない。小林君もう絶対顔出さないですから ね、 ね。もう日頃からこの二人がいじめ倒してますからね。ウェッチこれな、え、何の動物ですかこれ。これ動物、動物じゃないんですけどね。これ当日の内容がバレないようにフェイスブックライブをやってるとこですね。多いくんですねこれ。はい、この後は卒業式の様子をお届けします。卒業式のコーナー。はい、なのでね、ステントシャナナ看護学園は、2週で卒業というね、なんですけども、みんな学んでたんでしょうね。もう入学いただいたんでございます。じゃあ卒業、早速ね、お名前を呼び上げますですね。カメラに向かって最後視聴者の方にご挨拶していただいて、卒業ということになります。ではよろしくお願いします。イエーイ。では最初の卒業生はきっかけアラカルトのひだぼん。イエーイ。泣いてもええやね。きっかけアラカルト、ひだぼん、卒業おめでとうございます。イエーイ。シャララ TV をご覧の皆さん、本日全くボケることがほぼできません。お晴れになって卒業でございますが、卒業するか。これからもここで学んだことを精一杯生かしてママの気持ちを楽にしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カミマリテコちゃん。イエーイ。ママラフのカミマリテコさん、今日おめでとうございます。ママラフのカミマリテコです。ちゃんとこれを色をもらいます、ね。これからも番組でカラーメッセージちゃんとお伝えします。ありがとうございます。イエーイ。すごい、まともなこと言っちゃったな。まあ、まあ、大変じゃない。私でしょ。ボケろボケろ。期待が期待がね、期待がかかってきますからね。はい、続きまして、アスクフォークオリティ吉田ちゃんさん、卒業おめでとうございます。イエーイ。フォークオリティ吉田です。こだわりを持った方のトークをしていきたいと思います。また見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましては、はるさん。イエーイ。はい、どうぞ。足靴下が
はい、目から鱗、ウエッツさん卒業おめでとうございます。やっほー、眠気と戦って収録いたしましたが収録無事卒業できました。イエイ、ありがとうございます。イエイ、今日も目から鱗でした。イエイ、ありがとうございます。はい、続きまして北本由美子さん。目から鱗、北本由美子さん卒業、はい、おめでとうございます。目から鱗の北本由美子です。これからも時間を厳守してきっちりとピシピシ切っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、続きまして何かね、ちょっとね、はい、アイバー京子さん。はい、いつでも出れるよね。ワイマイテレビ、アイバー京子さん卒業おめでとうございます。はい、ワイマイテレビ、和をもって和をつなぐ、これからも日本の和のいいところを皆さんにお伝えしたいと思います。あと、ハニャリタイムを見てください。ありがとう。後ろ、後ろ、イエーイ、イエーイ。やっぱそろそろかなと思ったら準備をちょっと。ありがとう。イエイ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 。はい、カピタミ福村カミ子さん卒業おめでとうございます。みんながキラキラハッピーになれる情報番組、また皆さんカピタミをこれからも見てください。笑顔を皆さんに届けたいと思います。では、イエーイ。なんか寂しくなってきましたね。はい、はい、続きましては、はい、ポジティイエさん。はい、私一人だけ勝てるんだよね。心のダイエットカツキイエさん卒業おめでとうございます。心と体のダイエット、かつきりえです。心も体もちょっと刺激があった方が綺麗に、軽やかに生きれます。痛い思いしたかったら見てください。ありがとうございます。はい、ほんまに痛い。おめでとうございます。ガンジよかった。あれ寂しいねこれ。はい、レッツ感動体験、小柳優香さん卒業おめでとうございます。個性豊かなクラスメートばっかりで本当にすごく緊張したんですけども、今日のこの、今日じゃないですね、はい、この学校で学んだことが私にとっても感動の時間になりました。レッツ感動体験、またよろしくお願いします。イエーイ。さあ、以上で、はい、以上でね、以上でね、はい、はい、お願いします。あれ、ちょっと、あれ、めっちゃ一人じゃん。居残り、居残り、忘れ物、忘れ物、忘れてないよ、呼ばれてないから。あ、我々が頑張って衣装を詰めてきたもん、はい、ね、はい、ではもう仕方ないな。はい、一番でかいな、一番でかいな、行きましょう。はい、はい、なんで待ってたの。なんでそっち回ったの。言いやすいかなと思った。はい、エレガンスマダム千夏の部屋、小林千夏さん卒業おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にエレガンスマダム千夏の部屋はもう2年ちょっとなんですけど、ちょっと大事なお知らせがあります。この度私卒業、結婚さよなら。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。
この仲良し2人もほっとした表情ですね。ボケろボケろと言われてましたからね表情が本当に和やかになりました ねもうタミさんは今ね記念写真のことしか頭にないもうあのウェッジの棒立ち。あ、ほんまや。おっとここでスタッフ小林顔出た。小林くん顔映ってますね。小道具ね持ってたんですよこの日も。ね、登場しなかったです。あ、ウェッジまた来ました。ガチョやっぱり存在感ありますね。ありすぎですね。もうねどこにいても目につきます、ね、で診察ごっこ表情がいいですね。刺さってます。なんか新しい遊び始まりましたよ何ですかこの2人。なんか変なプレーが始まりましたね。ねえ、カメラ止まった途端これですか。あ、それやか、それやか、それやか。犯罪犯罪。カメラにも刺さってますね、これね。ねえ、あ、出ました。対局チーム登場ですか。はい、御三家ですね。はい。頭診察。ドクターに挟まれる。なんか。そうそうそう、この衣装ね。そうなんですよ、これね、ママラフでも話してましたけども、もう本物そっくりに作ってあるんですね、これ ねあのドラマのね。写真若いですね。写真若いですね、ちょっと見張っちゃいました ねこれ肩にね、ちゃんと名前刺繍が入ってます。すごいですね。もうこれね、使い道ないと言ってましたかかってますね、これね、結構ね。さあ、ここで記念撮影ですね。セントシャナナなので、はい、アーメンの方ですね。はい、で私たちはハイゴレイ。そうですね、後ろから。ありがとうございます。はい、ということで終了です。皆さんお疲れ様でした。